ました。今日5月7日は湖南門の日です。私は大阪に来て最初ですね、はい、何のことだか分からずコナモンって言っていたんですけども可愛いですねなんかこの春大阪に来たばかりの田中さんは、はい、知ってました？私は聞いたことはあったんですけど、うん、自らその言葉を使うことはなかったですね、はい、そうですよね。たこ焼きとかお好み焼きとか、はい、うどんとかね、小麦粉を使った食べ物全般を言うんですよね。そうです、その通りです、はい、で大阪にはこのコナモンの普及 PR に取り組む日本コナモン協会という団体があるんです。でその団体が今日5月7日をコナモンの日に制定して今年10年目となりました。今日は5月7日コナモンの日です。この日がどれだけ浸透しているのか街行く人に聞いてみます。今日何の日か知ってます？知らんし私も知らん。5月7日何やろう、私もわからない。5月7日57、わかんない、わかんない、わかんない。語呂合わせ。語呂合わせ？5と7でしょ。コナモン？当たり！あ、よかったです。ああ、コナモンの日。あ、コナモン、お好み焼き？お好み焼き大好きやな。はい、ソース大好きな人って。はい。大阪ミナミのこちらのお店。今日は特別メニューを用意しました。本日5月7日はコナモンの日ですよ、はい、今日の特別メニューというのを。今日はコナモンの日ですので、コナモン三昧、平日は780円、本日は570円、210円もお得でございます。焼きそばにたこ焼きにお好み焼き、コナモンオールスターが揃ったこちらのセット、5月7日を祝おうと特別価格で販売です。このセット、今日はいつもの倍のペースで売れたということです。本場大阪の味ですよね。すごく美味しいです。毎日が粉の日だったらいいのにね、そう思います。はい、あとはね、岐阜県岐阜支部はね、一方心斎橋では粉もんの日制定から10周年を祝うイベントが行われました。これがまたね、なんか、そういう今年のキャッチフレーズは出しツッコミ。日本粉もん協会では粉もん普及のベースとなった大阪独自の出汁文化を見直してほしいと訴えています。おばてね、おば入ってる、こんな汁や、うん、会場では出汁入りと出汁なしのお好み焼きも振る舞われ、粉もんにとっての出汁の重要性をアピールしていました。入ってないと具材がなんか、キャベツはキャベツ、粉は粉って感じでバラバラなんですけど、入ってる方はそれが一体化して感じるので、お好み焼きっていう、いつものお好み焼きって感じがします。美味しさの無限の可能性というものを粉もんは秘めていると思うので、いろんなその作り方であるとか出汁ツッコミの方法をね、また皆さんお店なりお家でアレンジして、やっぱりよりね、なんか美味しくて楽しい豊かな食卓を皆さんと共に共有したいなと思っています。粉もんといっても奥が深いんですね、うん、私実は昨日、はい、粉もんお好み焼きを夜食べまして、そうですか、せっかくなら粉もんの日に食べればよかったなと、ね、思って見てたんですけども、ね、まあ、大型連休明けで皆さんそのお金使ってちょっと懐が寂しいと、でも粉もんは安くて美味しくいただける、まあ、お得な、ね、料理だと、食べ物だということで、こうしたイベントを行っているそうなんですけれども、はい、来月にもですね、大阪の百貨店でこうしたイベントが予定されています。